K2-18 あるいは EPIC21912552 は、死死座の方角に太陽系から約124光年離れた位置にある赤色愛星である。その周りに少なくとも2つの太陽系外惑星、K2-18C と K2-18B が存在し、K2-18B は、K2-18 の ハビタブルゾーン内に位置する。K2-18 は、ほどほどに活動的な M 型主系列性で、スペクトル型は M2.5V と分類される。半径が太陽の約41%、質量が太陽の約36%、表面温度が約 3457K と推定される。時点周期はおよそ40日である。 K2-18 の周りの惑星系とハビタブルゾーン。K2-18 の周りを公転する2つの惑星はいずれも地球に比べるとかなり質量が大きいが、おおむね地球の8から9倍の質量でスーパーアースの範疇に含まれる。K2-18B はケプラー宇宙望遠鏡の延長ミッション K2 で2014年5月から8月にかけて 行われた、キャンペーン1の観測によって2015年に見つかった17の境外ワーク性の一つで、トランジット法によって発見された。K2-18B は、公転周期が約33日で、中心性からの距離は約 0.143AU、表面の平行温度は 235K から 284K と推定され、表面に 液体の水を保持し得る惑星と考えられている。2019年9月11日、ハップル宇宙望遠鏡による観測から、K2-18B の大気に水蒸気が含まれることが分かった、と発表された。ハビタブルゾーン内、すなわち液体の水が存在できる温度内にある惑星の大気から、水が検出されたのは、これが初めてである。水の検出は、 K2-18B に生命が存在してもおかしくないことを意味し、この時点では生命がいる系外惑星の最有力候補といえる。ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡や欧州宇宙機関のアリエル計画など次世代の宇宙望遠鏡による観測が行われるようになれば大気の特徴をより詳細に調べることができ、生命由来の成分が含まれるかどうか確認できると期待される。 メディアを再生する K、K2-18 とその惑星系の創造図。中央の小さく見える惑星が K、K2-18C。出展、エサ、ハッブル、エム高音メサ2017年、ラシア天文台の高精度視線速度、境外惑星探査装置による、視線速度法の観測で K、K2-18B の2.4倍程度中心防止に、 近い位置をおよそ9日周期で交点する別の惑星 K2-18C が発見された。改めて K2-18 の高度曲線を調べたところ、K2-18C はトランジットを起こしていないことが分かり、K2-18B と交点面が一致していないことになる。しかし、軌道傾斜角の差はせいぜい2度あればよく、力学的に安定な回は存在する。 ありがとうございます。